ですね、ソイカウボーイがそっちにあって、ソイカウボーイの行く前後におすすめなところ、ジャスミンホテルってあって、ジャスミンシティホテルね、そこの前にあるところですね、割と気軽な値段で楽しめる、食べれると思います。ここのところでいろいろとありますけどね、セットメニューもあるんで、セットメニューでいいかな。であとこれがスモールラージであって、ビールでありますね。スモールちょっといこうかなと思います。ちょっと今からいただきます。でチキンライスがあって、あとはこのソムタムですね、これいきます。であとビールで新発行かな。他にもソムタム、あれソムタム、セットメニューがなくなってるな。セットメニューが前あったんだ、前回来た時あったんですけど。でビールがこれですね、シャンデオシンハー、まあ、やっぱシンハーかな。ウイスキーなんだね。ビールですね、シャンデオシンハとあって、シンハビールちょっといただきたいと思います。同じ値段ですね。冷たいんでこれちょっと入れてもらって、バランスです。いやこれキンキンに冷えて美味しいですね。美味しいですね。カオマンガイ、あとはソムダムですね、シンハでいただいてます。いいですね。まあ昨日シンハだったから今日ちゃんでもよかったかな、レオでもね。まあちょっとシンハでいただきますよ。美味しそうですね。カオマンガイ久々だな、多分前回タイ来た時以来かなと思います。これにちょっとピリ辛のやつを唐辛子入れてやると美味しい。美味しかったですね。ここ結構おすすめです。はい、もうソイカから本当すぐ近いんですよ。はい。